真意を確かめにおじさんに会いに行くと、頭の剥げ上がったおじさんが現れた。自分でも惚れ惚れするぐらい若返っちゃいますよ。と言い放ったおじさんは自分の髪の毛だけで剥げを隠すらしい。おじさんは伸びている部分の髪の毛を次々に溶かし始めた。そして溶かした髪の毛を後方にまとめ上げている。さらに今度は右後頭部から伸ばしている髪を立ち上げ、前方の方へまとめ上げていって、ついにてっぺんのハゲを隠してしまった。これすごい。この石川さん、30歳を超えたくらいからハゲ始め、試行錯誤を繰り返した結果、自分自身で独自に編み出したのがこの手法。40分後には自分の髪の毛だけで見事にハゲを隠し、完璧なヘアスタイルを完成させてしまった。見事な若返り、20歳は若く見える。カツラを使わずに若返るおじさんはとっても根気強い執念のおじさんだ。